品種の白鳥にて1915年頃、アンナ・パブロブナ・パブロワは、20世紀初頭のロシアのバレリーナ、サンクトペテルブルクの貧しい家庭に生まれる。戸籍上は、退役兵マトベイ・パブロフと選択婦リボーヒ・フヨード・ロブナ・パブロワの娘となっており、本名は、アンナ・マトベイ・ブナ・パブロワ。しかし、パブロワ本人によれば、ジップは、マトベイとは、 別人で2歳の時に亡くなったといい、1913年の新聞報道では、ユダヤ系銀行家、ナザルポリャコフの死生児とも報じられ、真相は謎に包まれている。9歳の頃、母親と共に、眠れる森の美女の初演を見て、バレエダンサーを志す。提出バレエ学校に学び、1899年に卒業する。 卒業時の試験が優秀であったため軍部を経ずにコリフェとしてマリーンスキーバレーに入団した。色白、細長の顔に狭い肩幅、美しい足という理想的な体型を持っており、最晩年のエムプティッパに才能を認められたため、貧しい家の出であったにもかかわらず順調な昇進を果たした。1903年、プティッパによる改定版ジゼルで成功を収めたほか、 バレリーナ昇進後の1907年には、事前公演で m 4ン振付の商品、白鳥を踊って、話題となった。後者は後に、品種の白鳥王と呼ばれるようになり、パブロワの代名詞のようになった。マリンスキーの若きソリスト、ブイニチンスキーと初めて踊ったのもこの頃である。1908年、パブロワは、マリンスキーの舞踏手20名を率いて、王、読、 などを演した同じ頃バレイリスの旗揚げを企てていたエスディア・ギレフは看板ダンサーとしてニジンスキーとパブロワの組み合わせを考え、こちらは1909年6月にパリにおいてレシルフィード公演として実現した。パブロワは徐々に海外巡演に興味を示すようになり、マリーンスキー劇場に席を置きながら別の団体と共に英国、 米国で踊っていたが、1910年、さらなる海外公演のため2年間の休業を申し出たところ認められず、マリーンスキーとの契約は破棄された。法日時のパブロは1911年、自前のバレエ団、パブロワカンパニーを作る。翌年ロンドンに移住し、イギリスを中心に世界を巡演した。1922年に全国8都市で行われた訪日公演では、 西洋舞踏を初めて日本に広く知らしめ、後に日本においてバレエが定着、普及するきっかけを作った。このため、エリアナパブロは、オリガパブロアと共に日本バレエ界の恩人、3人のパブロアの一人に数えられている。なお、この日本公演は多くの文人も鑑賞しており、芥川龍之介は、ロシア舞踊の印象で、 僕はとにかく美しいものを見たと称賛している。パブロワは1931年1月、風邪をこじらせたまま順延に出発し肺炎となった。症状はさらに悪化し、オランダのハーク到着後に、胸膜炎と診断された。外科手術を進められたが、手術をすれば武踏士としては、再起不能になると告げられたために、これを拒否し、闘病の末に死去。 パブロワが出演を予定されていた公演は通常通り行われ、品死の白鳥の曲が流れるとともに、パブロワがいつも踊っていた奇跡をたどるようにスポットライトが無人の舞台を照らし、観客はパブロワの早死を悼んだという。パブロワの名を汚さぬよう、またパブロワと比較されてしまうのを恐れて、品死の白鳥は以後同じロシアの偉大なバレエダンサー。 マイアプリセツカヤが違う振り付けで踊るまで20年間、誰も踊ることがなかった。パブロワの遺体は、ロンドンで仮装されたが、遺族によって2001年に、1944年に、亡くなった夫のビクター・ダンドレの遺体と共に、モスクワのノボデビチ墓地に改装された。パブロワというデザートは、パブロワの名にちなんでいるが、由来については、議論が多く、ニュージーランドとオーストラリアが、 発祥地をめぐって争っている。だが最も古い記録はニュージーランドで見つかっている。ユリウス歴では1月31日。A.B. ラザリーニ、ロバータ、アンナ・パベロバ、インターナショナル・エンサイクロペディア・オブ・ダンス、ボリューム5、P119、ISBN0 から19から517,589から1。音楽は、サン・サーンスの白鳥を用いる。 ロシア舞踊の印象、新演芸第7巻第10号、文言者、58から60ページ。ありがとうございます。